一の山川宗輝です、ということでですね、今日はね、宗輝散歩をします。今日の散歩コースはででん、すすきのです。はい、どうすか、すすきの、ね、人生初の北海道上陸っていうことで、今日はね、ブレイキングダウン7の僕の対戦相手になってくれた星蔵さんとちょっとね、YouTube コラボということで撮影をね、していこうかなというふうに思います。ゲストをお呼びしたいと思います。星蔵さん。星蔵です。はい、トルネードです。はい、今日ね、まあ、ヤガ君負けたんで、無人島に連れてこうかなって思ったんですよ。言ってましたね、そう。無人島行こうかなと思ったけど、やっぱりススキノかなと思って、とりあえずは一旦ね、一旦、はいはい、そうなんですよ、一旦とりあえず今日ね、呼ばれて最初にね、星野さんの方のチャンネルで YouTube 撮影してきたんですけど、そっちもね、ぜひ見てもらって、はい、よろしくお願いします。すごい長丁場でしたけど、ありがとうございました。こちらこそ。まあ、今日は何するんですか。早期散歩っていう企画なんですけど、はい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 、全然普通に食べ歩きなんで。食べ歩きね、ちょっと。なるほどなるほど。どう、これがすすきのなんかあれらしいんだけど。なるほどね、ながらケツ見えてる。なるほどね、こういう感じなの。ちょっと中華饅頭の気持ちなんか。おお、なるほどな。こここれですか。へぇ、海藻楼。いや、来たことないし。いや、一回リガーンでる。でも有名だよね、ここね。牛まんとかあります。めっちゃうまそう。で、あんまん食いてる、普通に俺。あんまんって甘いやつよね。そうですね。こんにちは。牛まん一つと豚まんブレンド醤油ください。よっしゃ、ごちそうさまです。試合には出してもらったんで、これぐらい安いもんかなみたいな。うぜー、マジでうぜー。ということでね、ちょっと食べちゃったんですけど、うまい。肉まん、牛まん、ごちそうさまでした。これ何だっけ。ご飯で忘れた。ご飯で豚まんみたいな、なんかうまいの買いました。これだって北海道で有名なやつなんですよ。そう、人気。みんな酒飲んだ後とかさ、食うよね。へぇ、まあ、ちょっとこの早期散歩の回では、まあ、3つのトークテーマと、はいはいはい、あと、視聴者からの質問をちょっと一つ答えて、まあ、終わろうかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、まずはね、本当試合お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、よかったっす。どうでした。いや、まあ、気持ちよかった。気持ちよかった。うぜー、やっぱ負けたから超悔しいわ、本当に。超気持ちよかった。いや、よかった。いや、僕 KO 勝ち一回もしたことないんで。俺も。あ、初ですか。うわ、なんかマジでやだ。KO 負けもないっすよね。ナイスナイスナイス。だ、全勝勝負けただけとかさ、どんな感じだったの。いや、やっぱ俺が言ってんのおかしかった。俺が言ってんのおかしい。ちょっと見たったい。めっちゃ見たったい。あんまり何も覚えてなくて。なんかごめん。いや、本当に。本当に。いや、だって今回結構気持ち入ってましたもんね。だよね。うん。で、言ってたもんね、前々からも。本当に悔しいな。まだ牛まんうまいっしょ、とりあえず。まあまあ、とりあえず。終わったこと言ってもしゃあないからさ。これを食べながらさ。いや、まあ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 、そうですね。ちょっと今度一緒に練習してくださいよ。え、マジよ。じゃあ本当に階級とか一緒だから絶対いいと思う。まあそうですね。うん、この時にちょっとね、後ろから殴ろうかなと思う。まあ次は星蔵さんもちょっと今後について聞いていきたいな。今後か。まあ一つだけだよね、やっぱ俺は。ブレイキングドリームを使う、それだけ。なるほど、まあ、それ以上もそれ以外もね。はい。それだけで。ブレイキングドリームってなんすか。いや、まあそれはさ、ルフィと一緒で、ルフィもさ、海賊王になるってずっと言うじゃん。はいはい。じゃあ海賊王って何。そういうことよ。だそうです。まあでも真面目にやっぱり俺格闘技やってるからさ、格闘技めちゃくちゃ強くなりたいのよ。だから格闘技を本気でやりたいなっていうのは正直めっちゃ思ってる。まあそれは僕も一緒っす。ああ、だよね、言ってたもんね。それだけは曲げれないなって。曲げないし、曲げる気は全くないし。まずやっぱ有名にもなりたいね、まだまだ。あ、じゃあ、視聴者からの質問なんですけど、星蔵さんの思い描くブレイキングドリームについて教えてください。めっちゃ綺麗なんじゃん、ブレイキングドリーム。いや、だからガチ言うと、
のブレイキングダウンの軽量級で俺マジチャンピオンになりたいなってまず思ったの。ああ、そう言ってましたもんね。そう、あのブレイキングダウンってめちゃくちゃ長いわけよ結局。はいはい、あのルフィが海賊王になるのと同じぐらい長いの。そう、そう、なるほど。だから長期目線で、なるほど。だからここ1ヶ月とかだと、はい、本当にまずは次のブレイキングダウンの A とか、はい、とかも出させてもらうのはもちろんなんだけど、やっぱり出てバンタム級の一番とかさ、その一番いい位置にいなきゃいけないと思う。はい、とりあえず強さが大事だと思ってるんですよ。だからバンタム級でチャンピオンになるっていうのはまず一番の具体的な目標かな。俺の僕も軽量級のなんかトーナメントみたいなの欲しいな。いや俺次ね、まあ言うかまだ迷ってるけど、バンタム級のトーナメントやりましょう。そう、だから弱いやつも強いやつもみんな集まってこいよ。うん、なんかもう誰とやりたいとかめんどくさいから、そうやったらトーナメントとか早くねみたいな。確かにそう。そう、いやそれありだな。あるよね、8人ぐらいでトーナメントしてさ、ワンデーでもいいけど、めっちゃおもろいなと思う。そうっすね。まあ、でベルト作ってくんだけど、ちょっと俺はやりたいけど。確かに。じゃあ次、星蔵さんの私服が普段もピカピカしてるの。あー、いや、意外とシンプルなんだよ。じゃない、まあ、今日私服なんだけど。確かに。まあ、私服なんだけど、まあ、靴派手かな。まあ、ところどころでちょっとインパクト入れたいなって思うけど。普段は別にそんなに。すごい靴ですね、それ。かっこくない？これがドリーマンかな。ドリーマンかな。まあまあいい値段するし。いやすごいよマジで。かっこいいっしょ。すごいです。出るからにはさ、夢を与えなきゃいけないな。次。はい。どんな家庭で育ちましたか。ガチで言うけど、俺普通の家庭なんだよね。父ちゃん母ちゃん普通にいるし、お姉ちゃんも普通にいる。お姉ちゃんいるんだけど。突然変異でこんな派手な感じ。そう、突然変異にしちゃった俺。いきなりおかしくなっちゃった。なるほどね。結構言われるんだけどね、なんか家庭が環境が複雑だったぞとか。めちゃくちゃ良かったよ逆に。いや本当に突然変異よ。あ、そうなの。そう、やっぱりね、それはあるからこそなんかいい意味の突然変異だなって。まあまあそう、ね、そう、めちゃくちゃ思うそれは。はい、じゃあ次。はい、ブレイキングダウンで一番強いと思うのは誰ですか。うわ、いい質問だな。重量級。いやもうパウンド・フォー・パウンド。あー、パウンド・フォー・パウンドか。いやー、じゃあ1人、まあ、そうですね、1人ね。僕は富澤さんだと思う。あー、そっちか。いや、俺はね、富澤選手は、まあ、なかなか、俺はやったんだけど、いろんな人ってやってないじゃん、まだ。だからその試合を見れてないから、あんま分かんないなっていうところで言うと、やっぱり俺試合をいっぱい見ちゃって、いっぱい勝ってる姿を見てる川島君に見えちゃう。逆に言っちゃうと。なるほど。なんかそのイメージがやっぱあるから、そういう風になっちゃってる。よくも悪い。うん。確かに。あ、それがテル君。ああ。の爆発って、でもそれは何でかっていうと、テル君はギャップなのよ。格闘技をそんなやってないにもかかわらず、強いから強いなって思っちゃってる自分がいる。なるほど。体重を合わせたときに誰が強くなるかって。なるほどな。いや、川島君、まあ確かに川島君、そう、川島君実際エグいでしょ。いや、エグいと思いますよ。やばいと思う。じゃあまあ一応ね、その2人かなって。そう、かなっていうのはね。はい、次。好きなタイプは。好きなタイプ、もう直球、ギャル。ギャル以外の人で好きなタイプ。誰。ギャル以外の好きなタイプって、どういう顔とどう。はい、ギャル以外、俺でも成績きついんじゃない。へぇ、フリフリ系とか真面目なさ。へぇ、おとなしい目の子があんまり好きじゃないかな。へぇ、派手な感じの子が。へぇダメ。なんかダメだった。いやいや、イメージ通りだなと思って。まあでしょうね。はい、でも多いよね、やっぱり派手な子の方が。あのブレダンの、うん、なんかこう、まあ、ちょっといいなって思って。じゃあ3人。3人。へぇ、ぶっちゃけやるって、ごめん。やっぱこれ正直言うけど、俺あんまりなんかブレイキングダウンタイプ正直あんまりいなくて、こいつ可愛いな。だからそれはさ、木村美玲ちゃん、あの子は可愛いなってめちゃくちゃ思ったらしいですよ、木村さん。だけどなんかだけど会って挨拶したらやっぱちょっと気強いなこの子みたいな。そう、めっちゃ思った。なるほどね。じゃあ次。はい、経験人数。それさ、いや俺ね、いや質問できてね、それをどう答えるのが一番おもろいのか分かんないさ。数えてないんだけど、別に。その大体は分かるよ、大体は。100超えてから数えてない。いや、大体は分かるけど、別に数えなくない？本当に。そんなに。確かにね、確かに。だから別になんか、うん。
はい、うん、まあそんな感じですね。らしいですね。じゃあ次の質問いきますか。はい、じゃあ、はい、次グラダン出てからモテるようになりましたか。モテるようになりましたね。なんでか分かんないけどモテるようになりました。やっぱこう今まで連絡なかったけどちょっと出た瞬間、いやマジあったよ。あった、あった。え、でも俺はそういうの嬉しくてさ、逆に、なんか別にそれも一つの何評価基準だと思ってるし、まあそうですね、そう、俺は別に全然いいかなって、それはそれで、わかります。そう、だから別にそうなってきたからうざいっていう人いっぱいいるけど、いや全然それが嬉しい、逆に。それはわかります。楽しいっすよね。楽しい、そう、めっちゃ楽しい。ありがたいっすね。じゃあまあ、あと2つぐらいですかね。オッケー、はい、どういう練習して強くなりました。どんな練習してるんですか。あー、いやそう、俺は今回は本当に蹴りをやりたかったの、正直。俺パンチしかなかったから、やっぱりパンチに当たるのは蹴りだなと思ったから、蹴りをやってパンチ打つって練習を結構したの。要するにパンチからの蹴り、蹴りからのパンチの練習、つなげ方、ミッドだったりとかサンドバッグとか、あとはまあシャドウで練習してて、めっちゃいいなと思ってるのが、マジでシャドウ1分間本気でやること。それを、まあ、1日4セットとか5セットやるんだけど、それを毎日やってる。収録シャドウって絶対やってないでしょ。うん、まあちょっと体温めるぐらい、ぐらいだ、こういう感じでしょ。じゃなくて本気でパパパパパパパンってめっちゃ早く動くのさ。それは俺はきついし、やりたくないんだよ正直。楽しくないし別に。だけどそれがめちゃくちゃいいなってなんか俺は思って、いいか悪いか分かんないんだけど、ハンドスピード上がったなって。なるほど、うん、こういう。おクレープアンサール食いたくない。え、食いたい。食おうぜ。最後、はい、ブレイキングダウンを見てくれてる人に一番伝えたいこと。あー、めっちゃいいこと言うね。ほんとに視聴者から。いや、今僕は考えました。うわ、すげえ。あ、一番伝えたいことか。なんか、俺ほんとにこれ綺麗事みたいになるし、柄でもないから言いたくないんだけど。あ、大丈夫です。いやいやいや、言いましたね。俺ほんとに心の底からマジで思うのが、俺、自分のこと語って申し訳ないんだけど、もともと挑戦をしなかった人生なの、今まで。いろんなことね、結構、そう、言われるんだけど、結構俺、まあ、俺大学卒業して、就職もしてるし、結構守りの人生だったの。でも俺 YouTuber いいなとかいうふうに目立ってるのかっこいいなと思うから、日の目に浴びたいな派だったからさ。でもたまたまなんだけど、ブレイキンダウンに出てたまたま受かったっていう、はいはい、そう、それがあっただけなんだけど、そういうふうにブレイキンに応募することとかだったりとか、俺は本当にその挑戦することとか、何か戦いに行くこととか、チャレンジすること、一歩踏み出すことだよね、やっぱり。何事もそうなんだけど、仕事でもそうとかだよね。分かんないこととかを聞きに行ったりとか、こうしてみようとかやりに行ったりとか、自分からこう動くこと、はい、めちゃくちゃ大事だなっていうのをこのブレイキングで本当に学んだ。なるほど。そう、本当にね、それはクソ大事だなと思ったし、それが全てだって。まあやっぱだってその一歩のおかげに今、そう、本当に本当にそう。逆にあの一歩がなかったら今ここにいないからさ。俺はやりたくもなかったサラリーマンもやってるから、それってどうなんだろう、まあ、生きるためにはしょうがないからさ、うん、しょうがないんだけど、でも今俺やりたいことでこう生きてるからさ、すごい幸せを感じるのよ、うん、幸福度がやばい、本当に、うん、いいですね。なんか結構言われるのが、その隣の芝を青く見るからさ、はい、こうやってたら隣がいいなって思っちゃうじゃん、はい、だから俺もこうやったらサラリーマンいいなって思うのかなって思ったら全然思わない。あ、そうなんですか。本当に今が幸せ、今が一番いい。へー、そうだから頑張れてるっていうのもあると思う、結構辛いことでも、うん、それはあるかな。だからやっぱり伝えたいことはね、何事でもそうだけど、どの立場の人でもそうだと思うけど、チャレンジすることがすごい大事かなって。失敗したからって別になんか終わるわけじゃないっすよ。まあそうですね。そう、だからチャレンジが一番大事かなってかな、ということで、はい、いや、ありがとうございます。いや、こっちこそありがとうございます。めちゃめちゃね、北海道案内してもらって、したかな。まあ歩いてたくらい、まあ、軽くすすきの一周して、そうだね、はい、まあちょっとね、ここ、カメラ一旦ここで切るんですけど、はい、まあクレープでも食べて、またちょっと今日は、そうっすね、まあ今夜のすすきのは、まあ山川くんにいろんな女をちょっと教えたいなと。おお、おお、これは楽しんじゃっていいのかな。山川くんには強制的にいや、行っちゃう。ということで、こんな感じでね、ちょっとこの後クレープ食べて、雑談したいなと思うんですけど、こんな感じで、終わりにしたいと思います。としおさんの方でもね、YouTube 撮ってて、はい、
面白い企画やってるんで、はい、ぜひ見てもらえればなと。よろしくお願いします。あとね、僕と俊蔵さんの試合を見てくれて、はい、まあね、どっちかでも応援をしてくださった視聴者の方々にありがとうございます。ありがとうございます。これからもね、まあ、ブレイキングダウンに出れるかどうかで言ったら、まあ狭きもんなんで、まあ、わかんないですけど、まあ、出れる限り、自分たちが格闘技やる限り、まあ、頑張っていきたいなというふうに思うんで、ぜひ YouTube のね、チャンネル登録と高評価、グッドボタンぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。